このお土産 DVD お配りするんでよろしくお願いします。コーリー正夫のくだまき配信っていうね、ベロベロに酔っ払ったコーリーが。そのコーリー来てないよね。あれあいつなんでいないの。あ、え、向かってんの。向かってんの。仙台から。仙台から。あ、まだじゃあ届ついてないってこと。へえ、仕事してたんだ仙台で。あ、そうなんだ。当日になってもそんな情報を知らない俺たち。どうなん。なるほどね。全く連絡を取っていない。どうなんすかねそれって。ひどいよね、うん、いやでも昨日のあれトークライブ面白かったね。面白かったね。すごい。いや第3部が特に面白かった。いやもうやあんた、あんた参加してない。あ、じゃあ僕ウーロンハイ、僕ハイボールください。じゃあいいよ別に。今日ケツイベントないみたいなんで、じっくりまったり、まあ、終電までに終われたんですけど。いやー、自分がさ、その壇上で寝ていたのを周りの人たちはどう思っていたのかがすごい心配でさ。それは夜も眠れない。心配しすぎだよ。そこで寝んなよ、じゃあ。大丈夫でしたよ。面白かったですよ。面白かったですか。大丈夫でした。そうですか、よかった。昨日はなんかすごい面白かったです。はい、うん、いや、一部にも面白かったんだけどさ、なんか問わしすぎちゃったね、昨日はね。そうね、僕が上司呼んだんで、ビビる池田実かなかなか見れないってことでね、うん、なかなか楽しかったんじゃないかと思うんですけど。どうですか。どうですか。どうですか、最近。最近最近ざっくりだな、もう。どうですか、最近。昨日来て、今日も来られて、いや、ピッチャーで酒飲んでる。すみません、昨日はすみませんでした。昨日は、寝ちゃってありがとうございます。申し訳ないです。昨日来られて、今日も来られてる方どれぐらいいらっしゃいますか。うわ、いや、多いな、すごいな。2日間同じ飯。すごいっすね。2日間同じ飯。同じ酒。同じ酒。まあでもね、キトザ美味しいですから ね。まあメニュー豊富ですからね、いろいろ食べてください。そ、ね、あ、そうそう、昨日言うの忘れたんですけど、物販で売ってるJゲーム T シャツって、実はあれバージョン2でネイビーブルーになってますんで、新しいカラーなので。ネイビーブルーですよ。ネイビーブルーです。よかったら。ネイビーブルー、ユニコーン、それメイビーブルー。ブルー、それはメイビーブルー。そうですね、ネイビーブルーになっております、ね、うん、ネイビーブルー。配信はもう始まっている。はい、配信ご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。三角事件簿でございます。はいはい、じゃあとりあえず我々の自己紹介など。はい、はい、一番奥から。はい、味方受験簿、なんて言えばいいんだろう、俺。発言回数が最も少ないわけ。電撃オンライン編集部のルパン小島と申します。よろしくお願いします。 B 級タレントのお姉ちゃんとゲームをやるだけの配信なんて、お前20年前から考えられそうなものをやるんじゃないよ。いや、まあだから最近分かったんだけど、求められてないなと思って、俺。MC 業求められてなかったなと思って。気づくの遅え。上司に言われたんだって。そう、よかったな、今年のうちで、本当に、うん、上司にルパンさんに求めてるのは、うん、MC じゃなくて体を張った芸人です。とにかく動画再生数を上げてください。たけし軍団みたいになってるもん的なね、うん、だからネット CM とかいろいろやっていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。ネットね、ネットコマーシャル、ネットコマーシャルね。あれって実は熱くないんだってね。え、そうなの。そうなんだって。だから いかにぬるま湯とプロレスできるかっていうところが勝負なんですよ。俺でもプロレス苦手だからな。いや、だったらめちゃめちゃ熱くしてよ。リアルファイト勝手に入って火傷しろ。リアルファイトでな。はい、私はぬるま湯ではございませんっつってやればいい。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、続いて、はい、三角事件簿構成等々を担当しております大塚義人と申します。よろしくお願いします。はい、最近の悩みは寝れないこと。だから寝てたじゃん。そこで寝てたやねん。そこで寝てたやん。いやー、まるで記憶ない。本当に JRR ごめんね、本当にね。でもさ、なんか昨日のイベント丸く収まってたよね。なよな、よかったな。ね、いやね、丸く収まってた。丸く収まってたからよかった。よかった。ひどいよね、金取っといて、ね、そのセリフは何だったの、ね、危険な話をするぞっつってんのにさ、丸く収まってよかったねってのもおかしな話だよ。そうなんだ。まあ最近ちょっとね、
いろいろと池田の配信でもなんかやらかしてみたりとか、最近あの酔っ払い配信でちょっといろいろと、ね、ネットで叩かれてる私でございますので、うん、今日はちょっと自粛していきたいなと思っております。そうなんですね。はい、あのあまりどんどん飲みましょうピッチャーで、ピッチャーで頼まねえよピッチャーで出てくるかもしれない、うん、というわけで、帝事件簿というのは、帝高田馬場ゲーセン帝で起きた、事件を、2ヶ月分振り返るランキング形式で振り返る大人気番組でございます。大人気番組、大人気番組、チケット即日完売でした。即日完売でございます。すごいよね、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。今日今回の切り番は1番でいく。1番だから。はい、そうですね。今回1番だった方。ああすごい、ありがとう。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今回の切り番賞はあれ、ケツって50だっけ。50の人っている。50。おお、またお前か。いや誰、はたっちゃんだって。また前回もと一緒すごいです、ね、あそう。じゃあ間取って25番。25番、誰ですか。います、25番の方。お、いない。25番、いない、欠席、いない。じゃあ前にする、後ろにする。70番いない。いない売ってねえよそんなチケット。じゃあ24番の方いらっしゃる。おお、むっちゃん、むっちゃんも切り番多いな、うん。じゃあ、後で、T シャツ差し上げますんでよろしくお願いします。おー、やった、はい、好きなのを選んで持って帰ってください。はいよろしくお願いします。おめでとうございます、はい、というわけで、チケット即日ソールドアウトで、非常に、ネイキッドさんからもお褒めの言葉をいただいております。帝事件簿でございますが、はい、さあ、早速、うん、ちょっと今日、コーリーがね、ね、だから後で来るってことでしょ。来る誰にも連絡行ってない、しかもあいつで電話出ねえしさ。てか誰にも連絡行ってないどころか、俺らも連絡をしていない、いない、あ、そうか。で、さっき電話してみた出なかった。大人だから来れるだろうみたいな。大人だからね、分かるだろう、こっちが言わなくたってイベントの日ぐらい調べる、だいたい分かるだろうって。ひどい話だよ、ひどい話。出演者なのに雑だね、雑だね。というわけで、じゃあ行きましょうかね。はいはい、じゃあ、帝の店長の池田。あ、そうですよ、そうですよ、そうですよ。池田忘れてた、忘れてるなと。そうですね、高田の馬場ゲーセン店長、帝店長池田さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何かこう、お言葉はいただくなくて大丈夫ですか。何の言葉ですかさあ、のオープニング的なお言葉は、うん、いや、最近の近況とかさ。最近の近況はですね、まあランキングの中にも結構入っちゃってるんだけどね。ね、やめてよ、やめての飲んでます。ありがとうございます。それだけです。あの多数のご来場誠にありがとうございます、はい、今日は面白くしますんでよろしくお願いします、はい、今日も楽しくやっていきたいなと。楽しくやっていきましょう。はい、そうですね、やっていきましょう。昨日から二日酔いで、うんうん、ね、記憶がなんかもやもやしてる状態で、うん、腹が減って起きたんだね、うん、って気がついたら、牛丼太郎で牛丼食ってあ、俺今牛丼食ってんだ、俺牛丼食ってんだ今みたいな感じで、家からワープしてる。はい、まあそんな感じの池田ミドロックでございます、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にもう我々の酒癖に関しては本当にね、どうしようもないですね、これね。気をつけてください、ちょっとどの口が言うんだかな本当に。いきますか。いきましょう、いきましょう、いきましょう、いきましょう。じゃあルパン、はい、お願い、いきます。月刊帝事件簿2015年9月号いきましょう。いきましょう。つかねえなーなんか今若干噛んだよね若干噛んだ、若干噛んだ。行ってみようにしようかなと思ったんだけど、行きましょうの方がなんかちょっと丁寧かなと思って何を言うの若干噛んでる、うん、はい、さあ行きますよ。行きましょう、行きましょう、行きましょう。じゃあ9月号からですね。まずははい、2015年9月事件簿ランキング行ってみましょう。第10位、はい、第10位から何でしょう。10位、死にかけ改め食死減衰。これは食臭減衰でいいの
そうですね。触手元帥気持ち悪いな。なんか触手か。死にかけくんって今日いないですか。いないですか。欠席裁判的な話になっちゃっていいですか、ね、っていうか本当にこれあの帝のこう怖ない人以外に全然面白くないいやね、いや違うんだ違うんだ、まあ、まあまあそのねその実況の話にこれってつながるのよ。なるほど。要はいわゆる9月はさ秋のシューティング祭りっつってこうシューティングゲームの実況を毎日のようにこうやってきてたのね、はい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 、事前配信みたいな感じでね、うん、でね、まあまあまあ泥臭いプレーが帝のね配信の定番だから、はいはいはい、何回も何回もやりね戻すわけじゃん、うんうん、何回もやるわけじゃん、うんうん、まあその時はアキラくんとかタケヤンとか、うん、まあ死にかけくんがこの 19XX ってゲームが、うん、まあ題材だったんだけれど、はい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 、まあその何回も何回も同じゲームの配信をやるっていうことは、うん、どんどん喋るネタがなくなっていくなくなるんだよなそうなんだよなわかるわかる。そうそうそう。で最初はねこのゲームはこういうシステムでこのパワーアップ、はいはい、ここで右で安全地帯とかさ、はい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 、言っていくのはいいんだけど、うん、何回もやっていくとさ、うん、もう同じじゃん。同じ。うん、まあまあまあね。結構ね俺これ苦しいんですよ毎回いつも。はいはい、はい。8回目の UAG とか別にもう喋ることないだろうな。そうそうそう。思いながらやってた俺。そう大塚君もほら結構時間長時間かかってた。かかったかかった。結構ねこれね苦しいんですよ本当にこれは。僕のテーマでもあるんですけど、うん、でだんだん言うことがなくなっていく、なんか違うこと言わなきゃいけないで出てくるのが人いじりっていう、うん、まあ僕のモテるあのね引き出しだとそういうところに行き着いてしまうと、うん、はいはいはい、はい、で、まあ、人いじりもさ真面目な質問だけでいけばいいのに、うん、まあ、なんか、ね、やっぱ繰り返し繰り返しリプレイさせる状況になると、うん、だんだんなんかこう AV の趣味とかさ性癖の性癖問題に横道に入ってたどり着くわけなんですよね。であいつがなんか微妙な返答したんだよね。どんなのが好きなのって言った時にいや普通のはみたいな、えって気づいちゃう。普通のはいや普通あんま普通のはみたいな、まあゲームやりながらなんでなんか言いたいこととちょっと違うようなニュアンスで言っちゃったのかもしれないですけど、そしたらあの八丁堀があの触手とかあるやつみたいな気持ち悪い。それじゃいや八丁も八丁だよね。一番最初に出してくるカードがさ触手ってでもっといろいろあるじゃない。専門職の中の専門職みたいな。でねそのね面白いのがそのアキラとか、まあ、人によってはね、うん、タケヤンとかもそうなんだけど、はい、結構ちゃんとゲームやりながら、うん、まあプロレスしてくれて、つまりこっちのつまんない質問に対してもツッコミ入れてくれたりとかゲームしながらね、まあまあまあ、できる子なのよ、うん、で死にかけくんってのは多分できねえんだな。まあ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 黙っちゃうんだよね、真面目なんだよね、まあ、今はそんなこと検討してる場合じゃないみたいな感じで、ね、なので僕とのその掛け合いが地味にこう成立してるようで成立してないっていうところがあって、でそうなると俺が取る手段、帝が取る手段ね、うん、いつもアキラとか俺とかアッチョが取る手段っていうのは、うん、お前はもう触手元帥だろ、あなるほどなるほどなるほど、好きで好きでしょうがないんだっていうのを前提に、うん、こう実況がまたネタが上書きされるわけ、上書きされるんだけどな、そう捏造じゃねえかそれまあでもね結構捏造多いよね。いやいやだって捏造多いよ、ね、捏造の限りを尽くしたのがノーフューチャーなわけじゃないそうかそうかそうなるな、捏造の限りですよあんなのなあ俺原稿、俺ヤフーニュースで原稿で一部誇張ありって書いたら、いや誇張してないっしょって言われたんだからね。そういや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 誇張じゃねえ。でもあれ面白かった、あいつらの切り返しがまた面白くてさ、記事がノーフューチャーだったって。ああなるほどいやうまいこと言うみたいな、失礼な、うまいこと言えって言ってねえんだけどみたいなまあ頑張って実況とかも今後も続けてやっていきたいんで。何真面目な話してんだよいやいやいや最後真面目な話させてよ。でそのね死にかけくんが触手元帥ってさ、死にかけくんがねその審査、あいつってサムスピ勢なんですよ、はいはいはい、で結構うまくて、で新サムの世界大会にも出てくれてるんですけど、はいはい、もうすごいんですよコメントで、触手元帥頑張れっつって、触手元帥が、あ俺あいつの人生にちょっとなんかいいのかな、悪かったのかなっていうところは、いや悪かったと思うけど
まあね、死にかけくんすいませんということでね、これからも食臭懸垂として、生きてくれよというような、最終位死にかけ改め食臭懸垂でした。ありがとうございます、はい、これ10位に入るの？すごいね、10位だもんね。実況の話がさ、やっぱしたくてさ。そうね、はい、うん、はい、じゃあ次行きましょう、はい、さあ9位ですね、次。はい、はい、第9位いきましょう。どん、ヨーロッパ企画の舞台にハマりました。はい、ありがとうございます。僕の近況なみたいで申し訳ないんですけど、これもまあ一応ゲームに絡めて話しようかなと思ってるんですけど、はい、ですね、東京ヘッド、舞台東京ヘッドを手掛けてくれたヨーロッパ企画さん、はい、ノーコンキットの第4話ドラクエ界を作ったヨーロッパ企画さん、上田さん、上田さんが率いるヨーロッパ企画の舞台、うん、郵政文房具の、接近か、うん、っていう舞台があったので、まあ、大塚くんに誘われて、見てみたところ、これがね、またすごく面白くてですね、東京ヘッドのノリって行った人は分かると思うんですけど、うん、ああいうなんかやっぱノリでこう、うん、舞台がどんどん進んでいくと、なんか文房具っていう、いわゆるこのペンとかいろいろあるじゃないですか、文房具、ホッチキスとか、うん、なんかあれにこうどんどん着目していくようなオタク臭い、すごい面白みがある舞台で、うん、なんかなんていうんですかね、このボールペンとかをこう出した時に、そのおぉ、リポーター4みたいなさ、ボールペンって一個一個名前ついてるんですよ。これはですね、つってこう押すとこれが返ってくるみたいなさ、なんかその文房具をこう徹底的にこうオタク臭く説明してくれるシーンっていう描写があってさ、はいはい、でそれがね、また本気でやってるから本気で面白いんですね。まあ、ヨーロッパ企画の舞台っていうのは、そのどちらかというと舞台の業界では、割とこうっていう、これはちょっとないんじゃないかみたいな、結構ロックな、うんうん、結局そのヨーロッパ企画さんって京都の舞台の集団なんだけど、うん、非常に評価は高いんだ。ただ、うんうん、演劇界ってコメディを許さないというか、コメディなんだよね。コメディのポジションが地位が低いのね、うん、でリアルなものじゃないと地位が高くないから、うん、そのどうしたって扱いがこうなんだろうな、良くないのですよ、うん、ただ実際動員数は稼いでいると。でしかもヨーロッパ企画の上田さんっていう、まあ、主催やって演出やってる人は MSX にすごいが大好きで、うん、ゲーム好きの人なのね、うん、だからその舞台自体にそういう要素がすごい入ってくるから、うん、俺ら見やすいんだよね。すごい見やすい。でギャグもその、うん、非常になんかそういうテイストがふんだんに盛り込まれてるわけですよ、うん、その分ね、演劇界での評判はあんまり良くない。あしょうがないんだよね。そう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 。で結局これってそのミカドとかにすごい近いなと僕思ったんですよ、うん、ヨーロッパ企画さんとミカド その共通性というか、うんうん、そのやっぱり型にはまったものだったら今まで通りであって、今まで通りのそればっかやってるやつらに勝てないんですよね、うん、でもミカドはやっぱりちょっとね、みんなで牛丼食いに行ったりとかプロレースやったりとかさ、やっぱ型破りなことをやって、うん、またそれで若干ね、まあ、批判とかもあんのかもしれないんだけど、でもヨーロッパ企画の舞台を見てやっぱりそのいや型破りなことをやって新しいジャンルを作っていきたいみたいなところですごく共感ができるんですよ、うん、僕は。だからもうハマっちゃって、もう2回も3回も見に行っちゃって、大塚くんとね、うん、わざと横浜まで横浜まで行っ見に行っちゃって、で中華街でベロベロに酔っ払うってどうやって帰る、どうやって帰るんだよって言ったら、大塚くんずるいんだよ、ホテル取ってたさすがにあの時間に終わってそれから中華街に出て飲んだら俺絶対帰る気なくすなと思ってあらかじめ予約しておいた。なるほど、ね、ずるいなと思って、さすがプロだ、うん、プロやでと思ってさ、うん、なんかあったんですけど、でそれでホテルに帰ってそれから明け方まで飲んでた。うん、でね結局そのコメディってすごいなんか僕らの世代って、まあ、ドリフとかさ、そう、ね、全員集合とかさ、うん、ああいうので刺さるんですよね、すごくね、うん、で僕ってその新しいそのジャンルが行き詰まった時ってその新しいこと始める場合って他のエンターテインメントから勉強した要素を足していくっていうのを昔からやってるんですよ。だからただ面白いから舞台とか例えばマッドマックスとかね見に行ってるんじゃなくて、そこでなんかなんでこの舞台は面白いんだろうとか、この映画って面白いんだろうつってバラバラに分解、自分の脳内でね、映画とかこの舞台をパラパラに分解して
あここでスピード感があるからだとかこのセリフが面白いんだとかこのオタク臭さがいいんだみたいなのってどんどん分析できていくんですよね。でそれを、まあ、自分の会社にあの帝の運営にこう役立てていくみたいなことをやってるつもりなんですよね。でそれはじゃあ具体的にどういうことかっていうと例えば実況に V8 じゃないけどなんかそういう言い回しを入れてみるとか、うん、それ細かいところからだと思うんですよね、はい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 、あの告知文にそういうポップ作る時の告知文に、うん、あこういう感じだったら真似できるかなとか、まあ、時事ネタというかね今先端的なワードであったりとかね、うん、ハードウェアの部分もソフトウェアの部分も今いろいろその取り入れ方っていうのは必ず絶対クロスする部分っていうのがあって、うんまあ、具体的になかなかこう今ポンって説明するのは難しいんですけど、うん行き詰まったゲームセンターの皆さんは逆にいいゲーセンとかなんか帝とか急に見ても分かんないと思うんですよ。分かんないからあの店は特別だからねってよく言うんだと思うんですよね。だからつまり他のジャンルを見た方がいい、うんまあ、それはもう、うんね、本当に別にゲームセンターに限らずそうなんだけど、うん、あらゆるジャンルとかいうかさ、うんそのまあ、いろんな仕事があるけれども、うん、やっぱり 何が行き詰まった時にその世界の同じ業界のものを見てもやっぱりそのあまり参考にならないというかならないんですよね。そうですね、うん、だから全然違うところからもあの発想をもらってくるっていうのは一つのなんだろう方法論としてあると思うんだけど、うんうん、あの池田がヨーロッパ企画の舞台にすごいハマってでもうゲラゲラ笑って3回見に行くっていうのは、うん、なんかあるんだよね結局、うん、要はここから何か吸収できるっていうのが多分確実にあるわけで、ね、あるあるある。それは帝の運営に対してなんだろうな今より何かステップアップさせるためにはそういうエッセンスが欲しいっていうことじゃない。そういうことだよね、うんうん、やっぱ新しい血を導入するときは、うん、他のジャンルを見て楽しめるやつを見つけて、うんまあ、それをバラバラにしてどっかクロスするとこないかなっていうところを探すっていう作業をしていくのが僕は一番効率的かななんて思ってたりします、うんうん、いやでもね実際ねその舞台ってさハードル高いじゃない、うん、なかなか行かないじゃない、うん、で俺もやっぱ自分のねその原作のトゲットが舞台になったっていうことをきっかけに、うん、まあ多少はね距離が近くなってきたんだけど、うん、その池田がまさかさ舞台をさそう、ねそうね、見に行きたいっつってさ、うん、でしかも DVD 買ってさ、うん、ゲラゲラ笑ってさ、うん、っていうことになるとは思ってなかったんで、うん、なんかそういう意味ではちょっと要は一人だけでも、うん、そのファンが増やせられたっていうのはさ、うん、良かったかなみたいな、うん、で逆に舞台で東京ヘイト見た人たちがゲームセンターに来れるような動線また、ね、逆に作れるような日が来るといいよね、うん、そうね、そういう意味ではね。ちなみにヨーロッパ企画さん、京都の、上田製菓という、老舗のお菓子屋さんの中で、うんうん、あの経営というか立ち上がった舞台集団なんだけどさ、故に京都でゲーム系の舞台とかやってると、うん、任天堂の宮本茂さんが普通に遊びに来るんだって。宮本茂ってさ、うん、そうやって普通に遊びに来る話聞かないじゃん。まあそうですね、まあまあそうだね、うん、遊びに来たよってさ、うん、ねえ来る印象ないじゃん。いろいろとさ、そのなんか町内会での活動してるとかっていうのはインタビューとかで読んだりするけどさ、うん、家に来ないよね。来ないね来られてもって感じがするじゃん。来られてもね、ねえっていうような方なので、はい、実は僕らとは非常に親和性が高いというか。そうですね、まあ、また新作ね、ヨーロッパ企画さんの舞台がもしあったらね、もう僕絶対行くんで、興味ある方よかったらぜひ一緒に行きましょうということで、はい、9位ヨーロッパ企画の舞台にハマりましたでした。ありがとうございます。はい、次行こう。さあ続いて第8位行きましょう。8位、ウルトラ警備隊ロケテバージョンが遅れてきた。まあ秋のシューティング祭りっていうのをやっていく中で、まあ水曜日以外の平日にこうシューティングの実演配信をヌルシューブのみんなとか、まああと各芸勢に協力してもらいながらやってました、9月で。これはですね、八丁堀くんがね、出勤しようとしたら差出人不明の小包が八丁堀くんの家に届いたんです。それはあれですか、この間の空からロムが降ってきた話とお話と一緒ですか。そうですね。で、この間はバリアントシュバンツァーっていうセタのゲームじゃないですか、はい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 、でウルトラ警備隊ってバンプレスとか出てるゲームなんですけど、はいはいはい、でも作ったのセタなんですよね、はいはいはい、ああなるほど。いや、八丁とセタの親和性の問題問題あ完全になんかセタに取り憑かれてるていうか、セタの人は何かあればとりあえず八丁に送っとけばいいんだみたいな。そうなんですよ。元瀬田の人ね。元瀬田の人がね、ちょっと分かんないんですけど、急に八丁堀がなんか池田さんこれ送られてきたんですけどとか言って。そんなことがあるの？あるんですよ。あるんだ。あるんですよ。
で、あれこれなんだろうっつってウルトラ警備隊じゃんとか言って立ち上げてみたらね、うん、でも全然あの僕本物の発売バージョンのウルトラ警備隊の基盤持ってるんですけど、はいはいはい、これ見比べると全然やっぱ作りかけというか本当プロトタイプで違うんですよ。基盤の構成が写真用意すればよかったね、ごめんね、用意してなかったんだけど放熱板がついてなかったりとか、要は今回ロムじゃなくてもう基盤ごと来た、基盤基盤基盤が来たんだ、設計自体が違うんだ、違う、そう放熱板がついてなかったりあるはずの IC が抜けててなんか違う回路がこうジャンパー線で飛んでて、うん、みたいな、まさにプロトタイプな感じのウルトラ警備隊で、でね、おーこれすげえじゃんっつって、うん、やべえこれと思って、うん、ラッキーぐらいにちょっと思ってさ、レアだよレアっつって、で、通常ゲームってあのこういったゲーム基盤って昔のやつとかってそうなんですけど、テストモードとかが実装されてなくゲームの設定変えたり、なんかいろいろ難易度変えたりクレジット、うん、1コイン1クレジット、2コイン1クレジットとか1コイン2クレジットとかそういったコイン周りの設定ってディップスイッチっていうので変える場合が多いんですよ。で、まあ一緒かなと思ったんですよ、うん、あの発売版と、はいはいはい、でこれいじるじゃないですか、うん、全然違うのだからディップの設定がもう違うんだ、全然違うので、だからつまりこれコインオペレートできないねっていう感じなの、うん、もうフリープレイが固定になってて、うん、何いじってもワンコインワンプレイにならなくて、はいはいはい、あこれ稼働させられないじゃんみたいな感じで、うん、でもちろん八丁堀の家に送られてきたのは基盤だけなんでディップ表なんかついてないから、うん、かなりあのやったんだけど、うん、もう全然合わなくて、うん、あらゆる考えつく手段は全てやったんですけど結局稼働、コインオペで稼働するっていうのができなかったんですよね。これ何のメッセージなの？何で宇宙からのメッセージなんで送られてきたんだろうね。ハッチョに何を伝えたかったんだろうね。スーパーリアルマージャンが作りたいとかそういうのですか。画面ある、画面がある。そう、これがロケット版なんです。これ見てください、難易度めちゃくちゃなんですよ。すげえ難しいの。一面やったらなんか3秒ぐらいで殺されるみたいな。ただまあゲームの内容自体は、うん、まあ相当完成版に近い感じだったのかなっていう感じで、紹介してくださいってことなんじゃない？いや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 そんなことじゃないか。まあ一応うまいあの木本まいんさんに遊んあのプレイしてもらったんですけど、うん、まあちょっと敵が硬いなとか弾が速いなっていうのは言ってましたけどね。たださ、その基盤の仕様が全く違うってすごいね。そうね、全然違いましたよ、ね、だって要はその後に基盤の設計し直して、そういうことですね。そういうことでしょ。まあ多分安い量産するための基盤が見つかったとかなんじゃないですかね。なるほどね。で、うん、手紙が1個添えられてたんですよ。手紙が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 ついてた。配信見た人は知ってるかもしれないですけど、うん、このゲームマジむずいんでなんとかしてください。えなんか一応メッセージあったんだ。そうなんですよ。要は開発者からのメッセージじゃないんだ。これを持ってる人間がこう、うん、要はもう帝に頼むしかない。そう、もうマジ舐めてるんでこれ無理ですわ、お願いします。なるほど、それをそういうことだ。やるしかないよね。そうですね。だからちょっとコインオペできないんですけど、なんかあの参加費制とかにしてみんなでこいつ来月あたりちょっとクリアしちゃおうぜ。おお頼むよ。コンティニュー連発でも構わないからさ。横にさ貯金箱置いときゃいいんじゃない。そっか、それでいいか、うん、ね、そういう感じでいいか。うん、ちょっとお金取れないんでちょっとみんなでこう一斉にかかってさ、何がウルトラ警備隊だバカ野郎っつって。なるほどなるほど。お前ウルトラ何がウルトラ警備隊だ。ジャミラじゃねえんだよみたいな感じで、ガッツ星人じゃねえだろこの野郎みたいなさ、バキシムじゃねえよみたいな。いやでもすごいね、八丁のところには世田谷みはいろんなものが送られてくるね。そうですね。だから今後もね、八丁堀の住所は晒してるつもりは全くないですけど、ここまで変な基盤を送ってきてください。よろしくお願いします。こうやって第8位ウルトラ警備隊ロケテバージョンが送られてきたでした。ありがとうございます。ありがとうございました。送られてこないよ普通。なかなか来ないよ。さあ続いて7位ですね。自分で覚えてないんだよ。7位いきましょう。なんだっけ7位って。7位、毎週金曜日きつすぎた。それお前の感想でしょ。これはですね、
まあ、秋のシューティング祭りやってるってさっきから再三言ってますけど、うん、まあでも格ゲーの大会やんない帝ってのもなーみたいな感じで、あ金曜日は格ゲーの大会を2つ入れて、で、うん、夜の結構10時11時ぐらいからシューティングの配信が始まるってシフトを組んだんですよ、うん、格ゲー勢にさほら大会ないのもほらかわいそうかなって思って、そうだね、うん、これをやったところですね、うん、すげえきついの以上みたいな、ほんときつい、だって4時間ぐらい喋りっぱなしなんだもん、立ちっぱで、あこれは俺やっちゃったなと思って、で途中体調がちょっと若干悪くなっちゃって、アキラとか八丁堀に、はいはいはい、悪いよ俺今日無理だわみたいな、で何回かちょっと変わってもらって変わってもらったりとかしちゃったりなんかしちゃったんですけど、うんうん、でやっぱりさ、これみんなに聞きたいなと思ってたんですけど、うん、何にもないゲーセンに遊びに行くより何かしら大会あったゲームセンターに遊びに行こうが楽しいよね、うん、だよね、なんかこう行く目的がないとさ、うん、たださ、今みんなさ、うんって言いづらかったのはさ、さきついっていう、きついって最初に言ってるからな、いやいやいや、そのきついのが、そのここはやっぱさ大会2つと、あの格ゲーの大会2つとシューティングっていうのを並べることがきついんだよね、だからでもさ、みんなさ、その池田がさ、最初にきついんだよねって言っちゃってるじゃん、うん、それに対してさ、大会あった方がいいよねって言ったら、いやいや、だからいや、だから、つまりそれは僕が腕立てをする回数を倍にすればいいだけの話あんねそれバカの発想いや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 、バカじゃないですよ、木村正彦の発想ですよ強くなりたきゃ3倍努力しろってやつ俺が強くなってれば別にいいみたいなさ話じゃないそういうことでもないと思うんだよ、そうですかね、うん、僕が別に走り込みの時間を1時間増やせばいいだけの話だと思ってるんで、うん、まあそんなんでちょっと意外ときつくてさ、そのあれだよね、つまりアキラ任したぞみたいななるほどね、そしたらアキラのランキングで7位ぐらいに毎週金曜日きつすぎたんですよ、まあ頑張るんですけど、そのシューティングと格ゲーを一緒の日にやるのはやめますなるほどなるほど、まあ分けるのはあれかもね、正解かもね、まあなかなかシューティングってインカムっていう部分でなかなかこう難しいんですよ、ゲームセンターに、うん、すぐさま利益を出せるジャンルではないと、これは未だに頑張ってこう模索してる最中ではあるんだけれども、まあその一つの結論がまあ9月出せたかなっていうところで、あ、やりすぎると倒れるっていうまあ俺の話で恐縮ですが、体鍛えてるんで多分大丈夫だと思います、というわけで7位毎週金曜日きつすぎたです、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、これ運ばれないようにね、こういうのにね運ばれないようにね、はい、続いて、6位いきましょう、はい、6位ドン、マッドマックス家庭用ゲームのシークレット試遊会に参加、はい、ありがとうございます、参加してましたね、はい、うん、これマッドマックスっていう僕の大好きな映画の、うん、家庭用のゲームが出たんですよ、うん、プレステ4と Xbox One で、うん、これのシークレットの試遊会が神田のフラックスっていう飲み屋であったんですよね、うん、でそれに、まあ、お誘いしていただいて、うん、で、まあ、マッドマックス来そうなアキラと、うん、鬼平くんも誘い、行ったんですよ、で皆さんご存知の通り、フラックスのオーナーは株式会社モスの駒澤社長なんですよ、うん、でこの日株式会社モスが作ったマクロスプラスの配信があったんですよ、うん、あ、ミカドでね、はいはいはい、で俺マクロスプラスの配信やんなきゃいけないんで、うん、いけないかもしんないって言ったのね、うん、駒澤さんに、はいはい、社長ね、でも俺が言ってんだからこっち来いよみたいないやいや、あなたの会社のゲームだし、いやいやいや、あなたのゲームでしょ、でしょって言ったのに、いやいや、そっちよりこっちだから、うん、なるほど、いや、だってさ、マッドマックスのこのゲームはさ、作ったのモスじゃないんでしょ、ワーナーゲームズですね、でただ、モスが経営してるお店で私有シークレットの試遊会があるから、お前なんで来ねえんだよって話って言われたの、駒澤さんは大丈夫なのか、いや、バカですよね僕、モスのマクロスプラスの実況やりたかったのに、モスの社長にマッドマックスをやれ、そんなのはいいからマッドマックスをやれって言われたんだよね
なんか不思議な不思議だ、ね、状況だったっていうことなんですけど、うん、でこれ一個面白い話、これゲームとあんま関係ないんですけど、うん、僕マトマックスの怒りのデスロードの DVD ブルーレイ、あの何種類も出てるんですよ、 3D だなんとか限定版だなんか、うん、ねトリロジーだ、はいはい、5種類ぐらい出てるんですよ、うん、もう全部買ったのでめんどくせえから、はいはい、まあ、全部買ってやろうっつって、まあ、大体それで6万ぐらい飛ぶんですけど、うん、それをね、うん、ワーナーの人に言ったんですよ、うん、すごいですよみんな、うん、もうビップ待遇ですよその人、あーなるほど、ありがとうございますみたいな、なるほどなるほど、全員整列して俺にお辞儀です、お辞儀いやいやいや、やめてだよ。で、まあ、まあいいよって俺言っときました、それで。まあまあいいよ。気にしないで。気にしないでくれ。やっぱキング違うね。うるせえ、やめろ。まあ気にしないで。俺の心の傷をえぐるなよ。好きで買ってんだからな。好きで買ってんだから。ひどいんだよ、八丁堀。あんね、さすがね、池田の部下であるだけあるなと思ったのは、前回のキングの配信の部分全部カットしてるからね。ネットに上がってないからね。キングって何？そもそもなんだよって話なんだよね。きたねー。ちなみにこのマットマックスの家庭用のゲームも、Xbox One の通常版限定版、PS4 の通常版限定版全部買いました。4種類。で、俺は Xbox One もプレステ4も持ってませんみたいな。まあね、さっきの文房具の話にもつな、あのヨーロッパ企画の話にもつながるんだけど、僕は他のジャンルから結構いろんなネタ拾ってくるタイプの人間なんで、うん、まあ、こういったこともたまには紹介してもいいかなと思った6位、マトマックスの家庭用ゲームのシークレット集会に参加でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、サクサク続きまして第5位ですね。はい、はい、5位あーなるほどキング問題についてこれは意図してないの？偶然、偶然だよな。あるね、これは偶然だ。偶然あんね、すげえアキラお前すごいぞ。いやびっくりした。これは誰が、お前が言った誰の仕業だってこれはだって、まあ、これ誰なんだ、これ俺関係なくない、お前が入れたんだから。これよいよいよ、キング牧師の話だって、ショータイム鉄拳のキング、キング牧師の話とか龍子の剣のあっちのキングの話にすればいいんですかね。キング問題についてってお前が入れたんだから。いやいや違うでしょ、問題視しなくていいっすよ、僕は何が問題なんですか。あ、何が問題なんだって。そうだね、これ前回、うん、前回来てあのキング問題ふあのキングだから問題しないでよ問題じゃないよこれ、なんで問題になるんだって話だよな。だなんでじゃあお前入れたんだって話だよ。いや俺入れてないからあれ誰だよこれ差し込んだのお前だよすごいね前回来てる、あ、前回来てない方が、今日来てなくて、このキング問題についてあの知らない方ってどれぐらいいらっしゃいます？あそこまで、あんまいないです、ね、あんまいない、ほぼほぼみんな知ってるってことだよねキングと呼ばれた男高田の馬場袋ウエストゲートパークのキングである男の存在について、それはどういう状況だったんですかそれはどういう状況だったんですか説明してもらっていいですか最近またキングっぷりがすごいらしいじゃないですかあら、いやないですよ、全然ないですよ。いや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 、ないですないです、すごいやらかしちゃったでしょ。やらかしてないでしょ何もキングっぷりキングっぷりで、いやね、だからまあ正直に話すとですね、うん、いろいろこうゲームを作るのにはお金が必要なんですよ。はお、は、はいはいはい、普通ね、うん、でも予算がないゲームの会社の人たちがいるんですよ。はいはいはい、でも必要なんですよ、音楽が。どうしても発注しなければいけないんです、うん、だから僕はですね、うん、佐藤豪さんと和紙303さんっていうプロが身近にいるので、うん、あそこに、はいはい、そこにいた、いますね、座ってますね、そこにいた、うんうんうん、すごい作曲者なんですよ。はいはいはい、二人とも、はいはいはい、もうちょっと頼むと、あ、分かる分かる、それそんな感じでしょっつってピーって作っちゃうみたいな。すっげえなんか適当に作ってるみたいじゃないいやいや、そんなことはね、そんなことないんですけど、でも、もう大体一発 OK みたいな音楽書いてくるんです、速攻で、うん、で、もう予算がないんですよ、うん、予算がない、予算がない、しょうがないんだこれはもう、うん、もうつまり0円ですごいベストクオリティを作ってこいっていう言ってる話なんですよ、プロに対して。あ、まあ、メーカーさんがね。そうです、うん、だから
これは飲みをおごった方がいいなと思って。ちょっと待って、おかしい。メーカーがおごるんだったらいいけど、なんでお前がおごるんだよ。だっておごる金ないんだもん、メーカーに。だからさ、おかしいでしょ。なんでおごりの、だっておごりの仲介屋みたいになった。俺がおごらなかったら、うんうん、本当に0円じゃん。0円、0円。それは許せないよ、俺は。無理だよ。あ、その、気持ちとしてね。全員的なね。全員として、うん、俺がおごるから、うん、曲書いてっていう話。そうです。あーなるほど。でそのメーカーに借りを作るというか、貸しを作るというか。作ってるつもりはないよ。ないけど、別にどうでもいいんだけど、うん、ただ潰れることはねえなと思ってるんですよ。はいはいはい、うん、どうでもいい、そこはどうでもいいんですけど。そういう言い訳でキャバクラに行ってキングと呼ばれているっていうことなんでしょ。違うっつーの。それで、うん、ねやりすぎたっていう話です。キャバクラに行きたいって言い出したのは誰なの。いや池田でしょ。やっぱキング、キングでしょ。いやそれは流れの流れじゃない。そこは俺の意図はない。これはもう一言一言を墓穴を掘っていくのすいません、ウーロンハイください。昨日からこればっかだ。でね、ルパンさ、はい、まあ実際ね、うん、先月ぐらいだったの、あ今月かな、先月かな、先月、先月か、先月ぐらいかな、分かんないんだけど、うん、池田にさ、はい、ちょっと行こうよみたいな。はい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 、はい、あまあ飲み行くかみたいな。飲み行くか、うん、なんかね、こうこう、いろいろとぐね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 歩いて行く、歩いてると、うん、そしたらもう、うん、ね店の前に立ってるお兄ちゃんがさお疲れ様ですみたいな。おお、なるほどなるほど。で、ね何て言うの。ない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 。でももう店入ったらさ、うん、もうすごいよ、もうねキングゲイナーのオープニングかと思ったもん。キーン、キーン。はぁーと思った。もうやめてやめて、なかなか落ちてきた。あのね、一個だけみんなに伝えたいことがあります。キング牧師として。キング牧師の、あのね、調子に乗ってね、あのスパゲッティとか頼んだのね。で、食べるとすごい美味しいのね。いや、これはキャバとかの腕じゃねえよってぐらいうまいんですよ。あ、なるほど。なんなのここすごくないみたいな話 で、最近謎が解けて、地下なんですよお店が。はいはいはい、はい、キャバが左側にあるじゃないですか。真向かいに居酒屋があるんですよ。うん、その居酒屋で作ってやる。あ、なるほどね。運ばれてくるんだね。運ばれてきて、居酒屋行けば700円で食えるものがキャバから行くと4000円になる。それはまあ空気感もあるからな。空気感、ふざけるな。そりゃそうだな。あ、もうやめやめ。5位キング問題について。ありがとうございます。はい、5位キング問題でした。いやー、ほんとすごいんだよ。女の子たちがキングっつってさ、いやー、なあんなのないわ。ルパンも呼ばれてみたいでしょ。呼ばれてみたいね。アキラがさ、流行語大賞とか言ってまとめててさ、うん、あ、キングって真ん中に書いてあってさ、うん、入ってる入ってる。いや、これ何のことかなって。はい、さあ、というわけで第5位はキング問題についてでございました。はい、さあ、第4位に行きましょう。はい、第4位こちらです。変なの出んなよ、本当に。あ、はい、感謝ヌルグラ感謝祭盛り上がった。はい、ありがとうございます。まあ、あの帝にシューティングのあのコミュニティでヌルシューブっていうのと、うん、グラディウス部っていうのがあるんですけど、はい、まあ共催で入場料制でフリープレイのイベントをやらせてもらったところ、酸欠するぐらい人が集まってもらって、うん、でちょっとしたなんかなんていうんですかね、まあ、なんていうのかな、その上手い人がやったことない人にこうアドバイスしたりとか、なんかそういったちょっとしたイベントとかもやったりなんかして、で結構盛況だったっていうところで ね、まあ、DVD お配りさせていただいたりとかもしたんですけど、うん、確かあれってコメンタリーの DVD だったりして、そう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 、ひたすらトークをしていく、ひたすらトークして、俺と池田と蘇さんか、蘇さんでね、うん、でこれで何が問題かっていう問題、また問題なんですけど、うん、そのお客さんがそのコメンタリーの DVD をすげえいい話、うん、やばいよこれ、うん、業界変わるよ、うん、楽しかった、また聞きたい、うん、もういい反応しか戻ってこない、うん、でも当の本人たちは何も覚えてないっていうの。酒飲みすぎて、うん、でこの間ね、
ゲームレジェンドって同人即売会があってさ、はいはいはい、でうちブース出してたんだわ。そしたら来てくれたお客さんがね、帝事件簿オーディオコメンタリーいつも聞いてますと、うん、すっごい面白いんです、うん、本当にもうためになるし、うん、もう毎回ちゃんと聞いてますって、はい、結構本当にツイッターとかでもそういうリアクション見るのよ、はいはい、当の本人たち全く覚えてない覚えてそういうもんなのかね。いやよくまあ、うん、2時間とかね、うん、記憶ない状態で喋ってるよね、うん、で後で聞き直すと、うん、意外とちゃんとしてんだよね。いいこと言ってる、ね、意外といいこと言ってるんだよね。なるほど、うん、今日後ほどお配りさせてもらう氷くだまき配信の動画のはいはい、はい、裏にもコメンタリー入ってるんですよ。あーなるほど。もう氷の動画終わってんのに俺とギチ君喋り続けるずっとねずっとね枕の状態で喋り続けるっていう八丁からカンペであと8分ですって出てるのに池田が別にいいじゃねえか黒くてもってもうオーディオコメンタリーとか副音声の枠を超えてる、ね、超えてる飛び出しちゃってる。で、なんかもうなんかそのコーリーが何をやって喋ってくだらないことをまず喋ってるんですけど、うん、なんそんな中身のことは言ってないんですよ、ね。全く触れてない。全然触れてなくて、うん、なんか全然もう今後のゲームセンターどうしようかみたいなさ、ま、結構深刻な話してたりとかして、うん、酔っ払ってる子、俺と二人で飲んでて酔っ払って帝に戻ったらすげえグダグダ文句を言ってるコーリーがいて、それをハッチョが映像で撮ったってやつなわけだ。で前回の最後、ほら。ちょっと流したね。流したじゃない。でそのまあ愚痴の8割ぐらいの矛先はルパンなんだよね。そうそうそう。そう俺で直接ほら電話したりとかしてる、うん、ああそうねそうね。したらルパンさんが面白い切り返しで、ね、胸を貸すよって何様やねん言っちゃってたっていうのが入ってる、映像なのでそれだけでも十分面白いんですが、その裏で俺と池田が話してる話は全く関係なかったね。あ全然関係ないね。まあ、そんなんで後ほどお配りする DVD のコメンタリーにぜひ注目して いただきたいかなと。ぬるぐら感謝祭参加していただいた皆さん誠にありがとうございました。4位感謝ぬるぐら感謝祭盛り上がったでした。ありがとうございます。じゃあルパンちゃん次、はい、続いて3位になります。第3位いきましょう。ドンストリートファイターキャンプロケで開催。あそうそうやったキャンプ。あれアキラと鬼平くんと青夏とボムさんだっけ、あれ石田くんも言ったっけ、ね、来年以降にみんなでキャンプしよう、うん、毎年言ってるじゃん。うん、来年みんなでちょっとキャンプ行きましょう、ね、温泉とか、うん、でちょっと9月にまあ、ライブとかが僕あった関係 で、はいはい、でそのまあ楽器を持ち込めスタジオがついてるようなキャンプ場があったんですよ、埼玉の奥地に、はいはい、そこをちょっと予約してみて、はい、でお客さんもちょこっと呼んで、うん、まあ、なんで呼んだかというとあいつら料理ができるから呼んだんですけど、なるほどね、飯作って的な感じで呼んだんですよ、うん、でね、うん、行ってみたところ、うん、みんなハードを持ち寄ってくるんですよ、ゲームとかやりたいから。あーなるほどね、すごいんですよ、うん、テレビがないっていうテレビはないんだ。ないんだ。ネオジオとかサターンとか、うん、メガドライブとかみんなガキみたいに好きなもの持ってくる、ウルトラ64とかさ、うん、テレビがなかった、なそれ致命的だね。致命的だったんですけど、でみんなでバーベキューして、うん、で、まあ、バンドのメンバーと、うん、まあ、ちょっと料理の作れる鬼平くんがカレーとか作って仕込んでくれて、うん、やったところめちゃめちゃ楽しくて、なるほど、もう記憶ないもん俺楽しすぎて一応さ要はバンド的には合宿なんだろ。いやギターなんて触んなかったよねそれさあ、そう、あれね、ベッドで一回、じゃあそろそろ終わろうっつって、うん、4時半ぐらいですよ、もう朝なんですよ、うん、外は、うん、で俺が HMR でライブやるからさ、おでも HMR のドラムいねえじゃん、お松本大輔いたっつって、うん、あ、お前叩けんだろ、2曲ぐらいやれっつって、うん、ぐちゃぐちゃな演奏でライブ終わらして、うん、それで、寝るぞっつって寝たんですよ、うんうん、寝て、で、おしっこ行きたくなっちゃって、あ、やべっつって、起きてトイレ行ったのね、もう戻れないみたいな、酔っ払ってえって開けて、あら、ここは俺の寝床じゃねえなと、うん、あ、でもスタジオだな、これな、つって、うん、なんか人んち来ちゃった感覚になっちゃって、はいはいはい、でもなんか郷さんの別室が置いてあったから、うん、あ、じゃあ大丈夫かな、つって、これ寝てっていうぐらい酔ってた。酔ってた。まあ楽しかったんだね。楽しかったんですよ。だから、
だから来年みんなで行こう、みんなで全員で行くぞ、いいな。あ、映像が、あ、楽しそうだな。このやからひでえな。よしき、よしき、よしき、ほんとひどいよな。これちなみにこれは池田の息子のあきらくんで、こちらあの池田の息子じゃない方のあきらくん、大きい方のあきらくん、あの使用前使用後みたいな。あきらでかくなんな、随分。じゃあすごいねこれね、 この映像これすごいね、勝手にあいつらに使われてるっていう。あ、ミュージックハウスネバーランドって、あ、これこのマーブル先生ひでえな。これさ、中心でなんだこれ、このよしき。これ朝、朝ですね。2日になるんだ。もう僕記憶ないですもん。だってさ、GRI だって相当これ眠そうな感じ。これひどいね。これ酒残ってんでしょ。これ二日酔いじゃないでしょ。これまだ酔ってる顔でしょ。ひどいなこれ。これ何、ホームページで使われてんの。使われてる。びっくりした、見て。やめてって思った。すごいな。これまともな人間一人もいねえぞ。これ見てさ、行くの、行こうと思う。だって やから以外いないぞこれ。ひどいなこれ。左足のあの、みんなでキャンプ行くと痛風治ります。これひどいなぁ。はい、まあそんな感じでね、ちょっと楽しそう。試しに行ってみたんですよ、試しに。すごい楽しかったんで、もう来年はね、ちょっとみんなで行くぞ。50人規模とかで行こうね。50人規模で。ああ、本当に。で、みんなで徹夜でガロスペ対戦しよう。そしてまたテレビがなかった。なかった。モニターもテレビも持っていくぞということでね、テレビは忘れずに。3位、ストリートファイターキャンプロケで開催でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、いよいよ第2位に行きましょう。第2位になります。ドンドン。感謝、帝大感謝祭盛り上がったー。ありがとうございます。まあシューティング強化月間だったんで、はいはいはい、まあ、格ゲーの大会は割と少なめな感じ、金曜日だけはちょっと重かったですけど、まあ少なめな感じだったんですけど、アキラがまた温度を取ってくれて、じゃあ感謝祭この月やったらいいんじゃないか、バランス取れるんじゃないかみたいな感じで、うん、みんなでお金を出し合い、帝を貸し切って、はい、フリープレ、入場料制でフリープレイで遊べるっていう、はいはい、まあ帝のもうど定番なイベントになったかなって。まあね、そのまあお客さん主導で運営される大感謝祭、うん、そうですね。で、これがまた第2回もですね、第1回の模様は DDD 君がほら何でしたっけ、ジェネラルチャレンジをしてるとかテレビで流れたりとか、まあいろいろあったんですけど、まあ2回目はさすがにそして取材とかなかったですけど、まあ同じようにすごい盛り上がってくれてということで、格ゲー勢のここに集まってるみんなってすごいなんか結構こう自分からコミットするタイプの人間が多くて、だから帝がじゃあ今月シューティングをしてるから、じゃあ俺も 19XX やります、やろうみたいなね。じゃあ俺もグラディウスやります、ボムさんだったらサンダードラゴンやってくれますみたいな感じで、41くんが確かオダインやりますみたいな感じで、なんかすごいなんか付き合いがいいのよ、なんかノリがいいというか、だからそういった部分に助けられてるにもかかわらず、まあこういったイベントをやってくれてもらって本当に感謝の気持ち、僕が感謝祭ですっていう話ですね。まあすごい人になるからね。そうなんですよ、身動き取れないとかっていうより床抜けんじゃねえかって、酸欠とか、酸欠とかね。アキラ、あれ今回の感謝祭ってなんかこう今まで動かしてなかったような目新しいタイトルみたいなのってあったの？定番な感じだった？
カプエス2か、まあ、そういったなんかあんまりなんかミカドでコミュニティがないゲームを動かす機会でもあるんで、まあ、そういうカプエス2とか普段動いてないんだけれども、うん、まあ変な話実験できちゃう、まあそうだね、データ取りできちゃうみたいな感じの、人が集まるしね、なのであのヌルグラ感謝祭もそうなんですけど、うん、ミカド大感謝祭もちょっと今後も定期的にやっていければななんて思ってるんですけど、でぶっちゃけね、ぶっちゃけね、ミカドって正月めちゃくちゃ売り上げ悪いのね、まあまあ、だから去年ビマナ駅伝とかやってたんだけどさ俺が発案者の俺が行かない行かないみたいなでね、アキラにわがまま言って、ちょっとアキラ正月やんないみたいなこと言って、あーミカド段階 大感謝祭どうせ客いねえしみたいなさ、わかんないけどさ、まあ正月やるやろ、つまりアキラに実家に帰るなって話だよね、そういうことなんだよねあとなんか感謝祭の時にアキラくんがそのなんつうの本業にしてるそのカードゲームのなんか紹介とかもさせてもらったりとかして、まあいわゆるさっきと同じで違ううちが交配するような盛り上がりができればななんて思ってて、で結構あのアクリアンエイジとかなんかああいうカード系のゲームやってる人ってミカド結構いるんですよ、でそれとは別にそのアクリアンエイジってどうしようもないあのゲームセンターのクソゲーがあるんですよ、もうクソゲーもクソゲーもゴミうんこバカじゃねえの作ったやつ500万で売んなこんなのみたいな機械があるんですよ、で俺あれカードを戦う台として非常に優秀な筐体だなカードを置くの その筐体でデッキバトルをやってくれみたいな、そのゲームを動かすとは言ってないんですよ、だからアクエリアエイジ売ってください俺に筐体を1で8000ぐらいで持ってる人どうせあなたの倉庫の肥やしになってるだけでしょ、僕に1で8000ぐらいで2つ分ね戦いできるように売ってほしいななんて思ってます。それはいい発想だね、うん、だからいい発想だけど相当いろんな人たちに対して文句を言っちゃったね今ね、うん、いや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 、やめてくださいよ、まあいろやめてください、何なのその謙虚なのまるで意味がわからない、攻めてるのか謙虚なのか、いやもうだからさそのまあ別にね牛丼食ったりとか、ね、野球盤やったりとか、まあ、いろいろやったけどさアイス食ったりとかさいろいろやったけどさ、まあ、なんかまあ楽しめる場所であればゲームセンターはいいのかなみたいな、うん、強引な流れで2位、感謝ミカド大感謝祭盛り上がった、ありがとうございます、締めた、じゃあ行こうか、行こう、なんだ1位、なんだなんだ1位っすね、いよいよじゃあ第1位いきます、第1位ドンドン、感謝秋のシューティング祭りに盛り上がった、盛り上がりましたね、うん、やっぱシューティングゲームの配信って見てる人ってめちゃくちゃ面白いみたいだし、まあそうだよね、で結構ミカドってシューティングゲームの配信 3、4年前から結構やってて、でなんかさ、うん、うまいプレイじゃないとダメかなみたいなのってすごいあったのね、もう完全全一レベルみたいなさ、もうちゃんとした攻略みたいなんじゃないとお客さんって納得してくれないんじゃないかななんてずっと思ってた時期とかがあったんですよ、でもここ数年まあだってさ、まずその基盤を揃える、ゲームのタイトルを揃える、でさらにプレイヤーもセットで揃えるっていうのってさ、かなり敷居高いんだよね、高いね、そうなってくると、うん、シューティングゲームの配信自体ができないじゃんっていう話になっちゃうんだよね、なっちゃうね、ゲーム買った上でワンセットで全1レベルの人間を探すとかさ、知り合いづてに探すって、うん、でしかもさその人がさ東京に住んでりゃいいけどさ、うん、秋田に住んでますとかさ、うん、北海道に住んでます、そうだね、じゃあ呼ぶのかって話になっちゃうし、うん、で、まあ、ましてや俺は別にゲームはうまいけどそうやって人に発表するのは好きじゃないとかいろいろこうその全一ならではのさそのプライドの高さとかさ、うん、その簡単にそうやって、ね、で一発勝負で抜けられるかどうかなんて、ね、誰にもわからないし、だからあんまやりたくないとかさ、いろいろ多いよね、敷居が高いんですよそういうのって、で僕開き直ってじゃあ全部俺がやりゃいいじゃねえかと思ったんですよね、どっかで、俺がやってクリアできたらそれで盛り上がってくれりゃそれでいいなみたいな感じで、自分でマイクつけて喋りながらゲームやったりとかして、はいはいはい、いろんなゲームグラディウス3とか、グラディウス4とかなんかいろいろこうレイフォースとかね、まあクリアしていく配信をやったところ、結構それ見て喜んでくれる人たちがまあネット上とか、そうだね、あと実際の印鑑も上がったんですよ、
つまり何でもいいんじゃんと思ったんだよね。雑だね、うん、雑。つまり僕が実況してでね、下手だろうがうまかろうが、うん、なんとなくその一つのストーリーになってれば うん、さっきの大塚くんの UAG8 回やってやっと8回目クリアしたとかさ、うん、何でもいいじゃんと思っちゃったんでね。楽しく俺が楽しくするよみたいな実況で、うん、だまあうまい配信というかうまい実況と実演っていうのはさ、まあ、結構いろんなところで見れるじゃない今。まあね、まあ、今の時代、ね、まあ自分でそういう人が上げてたりとかするもんね、うん、動画ね。で確かにそのすごいのをリアルタイムで見たらうおーって感動する部分はあるけど、うん、それを求めるのは池田が言うように相当大変なわけだ。環境だったりとかそのプレイヤーを揃えることも含めて、うん、でそうじゃなくてそのなんだろうな、難易度をある程度下げていくっていうさ、そのプレイ環境、うん、でまあ池田がやるっていうこともそうなんだけどさ、その上でその面白かったり、まあそのミスすることすらもエンターテインメントみたいなさ、そう、ね、そういうのをねすごい作れたっていうのが去年のシューティング祭りと春のシューティング祭りで感じたんだよね、はいはいはい、うん、でじゃあ秋のシューティング祭り9月行きますよってなった時に俺が忙しくてさ、うんうん、やれるタイトルがないのよ、うん、だから帝のコミュニティであるヌルシューブとかグラディスブに、ね、うん、はいはい、協力してもらって、あと格ゲー勢にも協力してもらって、うん、まあ、僕なんてほとんど今回プレイでやってないんですよ、うん、みんながプレイをやって、うん、民間のお客さんたちが一丸となって盛り上げてくれたっていうのがすごい今回の収穫だったのかな。いや実際ヌルシューブからは結構な人数参加させてもらったんだけど、逆になんか調整大変なぐらいなんか参加したいって言ってくれる人がいたりとか、うん、そうそう、みんなすっごい出たかったのよ、うん、で蘇さんとも話をして調整したんだけど、うん、そのマーブル先生が今回参加してくれてさ、うん、でまあ着物を座ってるお嬢ちゃんなんだけどさ、そのまあミスったんだよね、うん、で結果的に再トライ、はいはい、でもそれでもまたミスっちゃった、うん、で最終的に3回やることになったんだけど、うん、最後まで心折れんかったもん ね、 あ、 なるほどね、あれはね、うん、見てる人間ね、うん、結構心打つのよ。なるほど。で俺ら実際その場にいた人間たちもそうだし、うん、配信見てる人たちもそうなんだけど、うん、要はそのなんだろうな、折れちゃうわけ、うん、実際ね、うん、また初めからやり直しなのかっていうのはさ結構ヘビーなんだよね、うん、でもそれを乗り越えてやるっていうところにそのドラマが生まれるじゃない、はいはい、あれが結構たまらんもんがあるなっていうさ、でさやっぱり そのドラマが乗るといや正直そのデンジャラスシードがどういうゲームなのかとか、うん、例えばサンダードラゴンやってボムさんも一回リトライし、はいはい、まあ、そういうのがドラマが乗るとなんかそのゲームがつまんないとか面白いとかどうでもいいことになる。そうなんだよね。なんかとりあえず俺もやってみたいみたいなさ、なんかその心を打つ部分でも絶対あってさ、まあミキちゃんのグラディウスもそうなんだけど、あ、そうだね。だからそのゲームの付加価値を上げるためにやっぱり配信とかってシューティングゲームには絶対必要なんだなっていうのはすごく感じた上で、プレイが上手い下手はあんまり関係ねえんだなとはちょっと思った。なるほど。そうだね。だから結局そのなんだろうな、何にしてもそうなんだけど、その感動させるものって要は人の部分がどれだけ乗っかってくるかだと思うんだよね、うんうん、やっぱりそのなんだろう、その人のがそれをやるにあたってのストーリーであったりとか、そうだね、うん、ドラマであったりとか思い入れだったりとかね、いろいろあるよね。そこが乗ってこないと要は無機質なプレイ になっちゃうんだよね、うん、無機質なものになっちゃうからさ、うん、だからそこが割と生々しく出るのが帝の配信だなと思っていて、そうだね、他の実演配信とかって結構いろいろあるけれども、やっぱりそこがちょっと大きな差だと思うんだよね、うんうん、だからやっぱ生々しいなと思うわけ、うん、生々しいがゆえに性癖まで効いてしまうみたいな、みたいなね、うん、そうね、生だけ、ね、でもさ、俺後からタケヤンがあの時クリアできなかったんだけど、うん、WX 後でなんかクリアした時に、うん、池田さん俺クリアできましたよって言われたのね、うん、俺それだけでも涙出そうだと思うね、うん、お前ありがとうなっつって、うん、本当にね、なるんだよね、うん、だってタケヤンって格ゲー勢だって、そうやってなんかあの配信をきっかけにやり込んでくれてクリアまでしましたとかさ、うん、ね、ね、だからピラキシみたいに頭のおかしいプレイとかもさなんかあれこいつ大丈夫かなと思ったのがさなんかもうこの世にいなかったプレイだったりするわけじゃない。今じゃあね、ピラキチ先生ですから ね先生化しちゃう、先生化しちゃうぐらいですからね。まあね、格ゲー勢
に対しシューティング、シューティング勢に対し格闘ゲーム、うん、なんかそういったクロスオーバーはね今後いろんなイベントを通じて、測っていきたいかと思うんで、うん、絶対面白いからさ、うん、どっちも、うん、なかなかねその80年代とか90年代前半は実現できなかったことですから ね、 そうですね、シューティングゲームと格闘ゲームっていうのはね、うん、クロスオーバーを一つ、進めていければななんて思ってます。というわけで1位感謝秋のシューティング祭り盛り上がったでした。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあもうサクッと、次、うん、プレイヤー部門かな。プレイヤー部門シューティング勢が結構多いです。プレイヤー賞ですね。はい、2015年9月プレイヤー賞行ってみたいと思います。5位から4位まで、5位から3位、2位まで一気にいきます。はい、はい、5位から2位まで、うん、2位まで。ありがとうございました、はい、5位、マインさん、4位ピラキシ君、3位マーブル先生、2位ボムさん。お、まあね、マインさんはやっぱりデンジャラスシードで、見本プレイ見せてくれたりだとか、うん、まあ、ウルトラ系みたいなロケテーマ無理やりこうやってくれたりだとか無理やり。あとやっぱヌルシューブの中ではなんつうの、まあ、顧問的なね、うん、やっぱリーダーシップ取ってらっしゃる。まあ、僕らはっていうかそのヌルシューブの人たちはねすごいお世話になって、なんか、なんかやってるたびに教えてくれて、非常にその教え方も含めて非常に温和な方なの で、 そ、 で、ね、でその上で、ね、できるようになったらすごくそれを喜んでくださるので、そう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 、僕たちはもう本当にもうマインさんにお世話になって、で、本当はヌルシューブのみんなの名前入れたかったんだけど、そのすごいいいプレーみんなしてくれたのよ。 R タイプにしてもマクロスプラスにしても、はい、バイパーフェーズ1にしてもさ、だから入れたかったんだけど、ごめんね、ピラキチがやりたいって言ったゲームの基盤を発掘できなくてさ、だから4位がピラキチになってんだけど。なるほどね。あと BAA 君のダブルプレイもすげえ良かったんで、 あ、 そう、あれはちょっとね映像化したいぐらいの、ね、話で、ちょっとね BAA 君はね違うネタでうんうん、違うネタでちょっとお願いしたいことがあるかもしれない。うん、違うネタでお願いしたいことがあるかもしれない。でマーブル先生のプレイとボムさんのプレイっていうのはやっぱりすごく感動的だったし、ドラマもあったし、ね、うん、でサンダー、マーブル先生のやってるデンジャラスシード、あとボムさんがやってるサンダードラゴン、僕1万円以上金突っ込んでるんですよ、うん、でもクリアできなかった。あ、そうなんだ。本当に難しいゲームですよ。あ、つまりマーブル先生もボムさんも相当、うん、まあボムさんはね結構そんでしか使ってないのっていうぐらいゲームうまいんで、やっぱり、うん、はいはいはい、ちょっとびっくりした部分あったんだけど、マーブル先生は多分相当突っ込んでると思う。いや、ありがとうね、うん、マーブル先生は自分の会社でメガドラ版とかやってる分すごい、逆にアーケード版もやるみたいな感じで気合入ってた部分とかすごいあったのかななんて気がしてますけど、本当にね皆さん素晴らしいプレーをありがとうございました。本当にありがとうございました。というわけでじゃあ1位いきますか。はい、じゃあ5位から2位はこのような感じでさ、プレイヤー部門、はい、9月のね、はい、1位いきます。ドン、ガルボーか、ガルボーなのか、ガルボー食種原水か、やめてよキング&食種原水いや、じゃあ1位いきましょう。はい、ドン、あれ違う、2015年9月プレイヤー賞第1位ドン、チャラカケちょっとさ、バトルガレッカ流せないですか。最終面の今日ちゃんとブラカートのとこでいいんですけど、ちゃんといる、ちゃんと今日いない、今日来てないんだ。いや、すごいプレーだった。バトルガレッカーをやってくれたんですけど、ちゃんたけはまず、まあ、ヌルシューブでも顧問をしてくださってるんですが、ちゃんたけの何がすごいかっていうと、これですよ、ザンゼロこれラスト、この後ラスボス、なるほど、ザンゼロですよ、ザンゼロ、ちなみにちゃんだけ現在年齢は21歳でございます。はい、若っ、生まれる前のゲームですね。そうそうそう、だから全てのシューティングゲームは新作だと言ってやっております。で実際本当にゲームがうまい。これラスボスさん、ラスボス、うわー、ザンゼロこれすごいよ、おーやばいね、おこのね灰色の玉見えないんですよ、背景に被って、早っ、いやはおーい、
もう残機ない状態でしょ。ないですね。いや、ちゃんたけのシューティングゲームに対するセンスは圧倒的だね。お、あれだ。これ実況はマインさん。おお。さあ最終形態ですよ。こっからですからね。スプラトゥーン。スプラトゥーン。ひどい。ひどいね。おお。うわー。うわー。えぐいねー。あぶねー。よく来てたな今の。あぶねー。いやー危ない。ちゃんだけ今日来てないのもったいないなー。いやあぶねあぶねあぶねあいたすげえ、あ、息ついたね。そうですね。いやー、まあ、まあ、バトルガレッカってゲームはね、まあ、気の狂ったゲームですよ。まあまあまあ、めちゃくちゃ難しいゲームなんですよ。簡単に雑に説明しちゃうとね、うん、これをね、一発勝負でクリアしたっていうのはね、やっぱりすごいことだと思います。いやそうなんですよね。いや、本当にさ、21歳でそのシューティングゲーム、その古いゲームとかは全然当然経験がないわけだよね、うん、はい、で、ただそれをもう相当やり込んで、うん、どのゲームも本当にうまい、うん、ヌルシューブとしても非常にその、聞くことの多い、うん、若手プレイヤーで、そうそう、それでさ、やっぱさ、若手がこうやって頑張ってくれるとさ、うん、俺みたいな、なんかもうこのゲーム難しいからやんないみたいなところにちょっとあれなんていうのかな、モチベートされるよ ね、 ね、俺もやってみようかなみたいな感じで、だ僕の実況で やりたいなって思ってくれるのと一緒で、若い子がこうやって頑張ってると、逆に年寄りが、うん、おっさんが俺もやっちゃおうからみたいな感じで、すごいな、ね、まあね、みんな結構言うてもゲームって意外とやってないんですよ。好きなゲームは決まってるって、そのいろんなゲームがでも実際はリリースされてると、でもこういうのをきっかけにね、いろんなゲームに手出していけるような状況環境っていうのをね、ミカドはちょっと作っていければななんて思って、で1位ちゃんたけでした。ありがとうございました。おめでとうちゃんたけ。今日来てないのが残念なぐらいでね。まあね、そうね、うん、じゃあ、続いてインカム部門。はい、インカム部門いきましょう、はい、まあシューティングゲーム中心になっちゃうのかな。まあその辺はちょっと見てみれば面白いかなって気がしますね、うんうん、はい、2015年9月インカム賞。はい、やっていきましょう。これも5位から5位から2位まで。2位までいく。はい、バン、ドン、ドン。はい、出ました。意外ですよ。5位デンジャラスシード、4位19デペスパス、3位新サムライスピリッツ、2位ガロー伝説スペシャル。まずこの、うん、デンジャラスシードのインカムのほとんどはマーブル先生です。わかりやすい。WX はやっぱ多分死にかけ君とアキラとタケヤの鐘なんだろうね、まあ、でこれが何を意味するかっていうのがあって、 でそのまあ新サムとガロスペアスね、東西戦と世界大会を控えてるんで、そう相当やり込んでもらってるっていうのがあるんだけど、まあそういう意味でこれは結構分かりやすいんだよね。分かりやすい。理屈があの裏に見えるんだよね。そうで、皆さんこの今まで常連だった燃えろプロ野球、はい、そしてギルティギア、うん、はいはい、でも枠はあと1個しかないわけですよ。あ、なるほど。あれ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 、ノーフューチャー、ちゃんとフューチャーした。大丈夫、どっちなんですかね、どっちなんですかね、ね、これこの状況で萌えプロ上だったらヤバくない、うん、見てみましょうか。見てみましょうか。はい、グラスリーか、流行外伝か。さあ第1位でいいんですね。ウルトラ警備隊。あなるほどなるほど、それもあるな。じゃあさあ、じゃあ1位、はい、インカム賞1位です。はい、どうぞ。ドン、ギルティギア。これは何か事件的なことが起こった。つまりこれはギルティが人気ならもうどうしようもないんだ。まあまあまあ人気なんですよ、もう、うん、
もうミカドでめちゃくちゃ流行ってますからね今上位が。ミカドで流行ってるっていうか日本中で流行ってるのがミカドだけっていうね。そうですね。だからつまり何が言いたいかっていうと、うん、ノーフューチャーがノーフューチャーしてなかった月だったっていうことで。なるほど。サボったね。なるほど。まあ家庭用とかありますからね。まあね。しょうがないですね。そういうこと。まあそんな感じで、ギルティギアには今回もお世話になりました。ありがとうございます。1位ギルティギアイグザードでした。ありがとうございます。あす。というわけで、はい、ミカド事件簿9月号は以上でございます。以上でございますね。じゃあどうぞ休憩する。休憩しようか。はい、うん、10分休憩で10分休憩の後10月号始めたいと思いますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。次のインカムランキングでまた続きがある。